い、こんにちは、カズモンです。今日はですね、久しぶりにね、ゲスト来てます。じゃあ、お願いします。こんにちは。はい、こんにちは。水溜まりますね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、僕のね、動画を見てる視聴者さんは誰ってもしかして思ってるかもしんないんですけど、ジャン君です。ジャン君です。どうもジャン君です。はい、すみません、挨拶させてもらいました。はい、ジャン君はですね、人気 YouTuber でラファエルさん、まあラファエルさんは名前聞いたことある方は多いと思うんですけど、そのラファエルさんの元マネージャーをされてて、そうですね。そうですね。はい、で、それが4年前、3、4年前。3、4年前。で、今はソロで YouTuber として活躍されてまして、まあ、今回ね、ラジコンをちょっとやってみたいっていうことで、僕のね、働いてるラジコン天国、名古屋店の方にね、やってきていただいたんで、今回ね、こんな感じで一緒に動画を撮らせていただいてます。はい、いえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。で、今日はね、何をやっていくかと言いますと、はい、ジャン君と一緒にね、まあ、ラジコンをして遊んでいこうと思うんですけど、はい、まあ、今回、ジャン君、ラジコンを買われまして、はい、で、ジャン君のね、メインチャンネルの方でそのラジコンのね、まあ、組み立てて走らせてる様子っていうのは、まあ、動画そのうち上がると思うんで、はい、そっちの様子はまあジャン君のチャンネルで見てもらって、はい、はい、うん、で、今回僕のチャンネルの方ではジャン君のそのラジコンを使ってタイムアタック対決をしていこうかなと。タイムアタックで、はい、そうですね、よろしくお願いします。まあ、ラジコン始めてまだ1日目のジャン君とがっつりやってる、もう僕15年以上多分やってると思うんですけど、はい、まあ、ラジコンの、まあ、プロ、ね、そうですね、と対決して、ね、どういう感じになるのかやっていこうと思います。はい、はい、じゃあね、やってきます。お願いします。はい、はい、じゃあまず待ってます。待ってます。はい、はい、すいません。はい、はい、もうね、僕いつもこんな感じなんで。いや、全然僕もうプライベートなんで僕、はい、基本。じゃあまずジャン君の今回買ったラジコン、はい、紹介してもらってもいいですか。いいですか。座っていいですか。あ、いいです、全然。こちらです。はい、もう名前がジャン君って。バカにしてますか。いや、バカにしてないですよ。冗談冗談。じゃあもうね、これかっこいいでしょ。もう見た瞬間誰のかすぐ分かるもんね。そうです、初心者なんで、まあ、単色でなんか一応アドバイスもらったんで、はい、あの先生に教えてもらいながら、うん、あの作ったんですけど、今回、はい、本当これ初めてのやつで、はいはいはい、一から作って、ね、一応名前だけバーって入れて。名前書いてある。表から書いてあるんですか、これ。これ、うん、裏から書いてます。あ、裏から。はい、あの手書きで筆で。あ、裏から手書きで書いてスプレーで塗ってあるんですね。じゃあで、オレンジ入れて白入れてみたいな感じですかね。なんかお手製みたいな、オリジナリティがありますね。結構気に入ってます。はい、これ何ですか、ここについてるやつ。これ GoPro の、あの GoPro、 こうやって GoPro つけて、はい、あ、走るのにね。そうです。ただ何回か走ったんですけど、転倒重すぎて、はい、あの YouTuber 的に。そうですね、つけてますけど、ボディちょっとじゃあ外してもらって。あ、 OKOK です。いっぱい見てますもんね、先輩方が。じゃあご指導いただきたいんですよ、今後。ほんと僕まだちょうど1時間ぐらい時間ぐらい走行時間1時間はい、ど素人です。めっちゃ楽しいですね。え、やり始めが一番やっぱ楽しいですよね。楽しいですね。いろんな分かんないことをどんどん吸収していくんで。そうっす。こんな感じですか。はい、じゃあジャン君の組み立てた TT-02 ですね。まあ、ちょっと手伝ってもらった場所もあるんですけど、はい、組み立てました。もう自分でこう組み立てて。そうそう。で、タイヤはなんか好きなのを選んで。ああ、この色とか、はいはい、黄色好きなんで、はい、って感じっすね。基本もうノーマルそのまま組み立てた。そうですね、うん、特に今はまだ変えてないんで。そうですね、はい、だから今後タミヤブルーの、あ、新パーツね。買っちゃおうかな思ってます。はい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 。とりあえず今は初心者というかノーマルの状態で、はい、ノーマルで。ここでも十分楽しいです。
そうですね、今は初心者の人はまずみんなこれでラジコンを始めますね、うん、やっぱ自分の作ったの形になって走らせた時の喜びはもうやばかったです、うん、ああねすげえ走ったこれ組み立てるのにどれくらいかかりました？撮影もしてたんであれなんですけど、はい、多分普通にやっても5時間撮影込みだともうなんか1日いたんで、あそうですよね、ちょっと休憩とかも入れてやってたんでちょっとわかんないですだけど、そんだけ時間かけて作った分だけやっぱ嬉しいですよね。めっちゃ嬉しいですね。メカとかもタミヤのパインスティックってやつですよね。初心者向けのやつですよね。初心者向けのやつですね。わかりました。まあ、なんか最初からいいのを買った方がいいっていうのもあったんですけど、うん、基本的なところも知りたかったんで、うん、あえてこれです。そうですね、あえてこれ、はい、充電器だけちょっといいやつに急速充電器に変えたって感じですね。これあのカズモさんがおすすめしたんで。そうですね、はい、あこれだけいいやつ。最初ついてくる充電器だとちょっと充電時間かかっちゃうんで、あそうそう急速充電器買った方がいいよって。バッテリーも1個買って。そうですね、連続で走るのに、うん、どっちか買って、まあタミヤの最初ついてくるバッテリーとあとはこのね予備でもう1本買ってもらって。そうそう、僕の中では十分というかとりあえずは、うん、まあとりあえず最低限遊べる感じですね、はい、いい感じかな。はい、楽しんでます。はい楽しんでもらえてるならよかったです。じゃあ今日はこのジャン君棒で対決していこうと思うんですけど、まあジャン君まずは走ってもらって OK です。そのタイムを僕がね、正直負けることはないと思うんですけどいや、わかんないですワンチャンあるかもしれないどれぐらいの差がつくのかね、ちょっとやってみたいなと。 OK です。はい、走行時間1時間の男と、はい、プロと、はい、15年でしたっけ。15年以上やってると思います。やばいです、はい、おもろいですね。やっていきますか。はい、はいはい、じゃあ早速ね、はい、対決をしていきたいと思うんですけど、お願いします。はい、まずね、ルール、ジャン君は3周、うん、3周ね走ってもらって、でその中で一番タイムがいい、はい、1周をジャン君のベストタイムとしていただけて、うん、OK、で僕は、はい、一周のみ。一周だけ。一周だけ。一周だけ。もうジャン君一周で大丈夫です。あ僕はラジコンやってるんで。プロなんで。うん。ハンデとして、まあ一周勝負で。あざます。勝ちます。はい。スタートここから。ここからスタート。ここからスタートで、そこにね、計測ラインが。そこが計測ラインなんで。あ、このライン。うん、なんで、ここからスタートで、まあ、ジャン君が1周、2周、3周と回ってもらって、OK、じゃあ、やっていきましょうか。もういいですか、じゃあ。あ、もういいですよ。早速。はい。ということで。はい。どうです。はい。いってきます。いいっすか？では、いいですか？いきますよ。はい。もう好きなタイミングで。いきます。めっちゃ緊張するんだけどちょっと レースっぽいっすよねめっちゃ緊張するやんこれ。いきますよ。はい、レディー。マジ緊張する。ゴー。やばい余裕なくて何も喋ってない。そうよ、これ1時間よ。1時間でこんだけ走れるようになったんや。でもうまいうまい。そうよ、さんがなんか撮影が難しそうだもん。揺れるから。ベストラップ、ベストラップ。はい、今これ1周目ですね。危ない。いや回りすぎた。いいんじゃない、ね、ぶつかってないよね。ぶつかってない。あよし、あと1個。これファイナルロック。やべやべ、ファイナルロック。すいません。走りやすい。おお、走る。おお。うわあ。多分
一周目が一番いい。一周目が一番いい。どう？あと多分一周目がいい。多分一周目。タイム確認しに行きましょうか。あ、OK です。いいですか？いや早かったと思いますよ。本番で一周目で綺麗に走れたのすごくないですか？いや本番強いですね。どけよ。本番強い。本番強い。これカエル見える？ここのね。28秒813。1周目がやっぱり1周目28秒813ですか。うん、これやっぱジャン君の一番速いタイム。うん、そうですよ。勝てるかも。チャンスは1回ですか。じゃあ僕がその28秒より速いタイムを出せば、はい、28秒813、はい、OK、はい、いきますよ。プロだ。よし、じゃあ行きますよ。はい、一発で決めてやる。一発しかない。じゃあ行きます。行きます。おりゃ。お、なかなかいいんじゃない。これあれ、同じ同じ車ですか、これ。お、結構速いですよ、これ。速い。どうだ。どうだ。早かった。同じ車あれ。いや同じ車。あれ車ですよ、ね、ちょっとタイム見に行きますか。本当嘘だ。さあ見て見て見て。23秒。23秒237。え、5秒早くなって 5.5 秒。いや、この世界の 5.5 秒はでかい。ねえ、でかいよ。一周5秒だからね。ちなみに、はい、今カメラマンやってるカイル。カイル走ったらどうなのか。ガチ勢。ガチ勢。アメリカ代表。アメリカのプロ。アメリカ代表。代表ちょっとカイルやってみて。いきます。はい。始まったよ。危ない。すごい分かりやすい。だってもカエルも綺麗に走るね。うまいな。うまいな。一生懸命頑張りました。さすがアメリカ代表。震えるて。ワンチャンスだからね。ワンチャンスだからなかなか。タイムチェックします。カエルのタイムは？カエル一番速いんじゃねえ、これ。どれですか。23秒022。おお、一番速い。一番速い。僕よりも5分2秒速い。うん、マジすごい。おお、よくもさん見ました。サポートクルファイン。めっちゃ速い。マジか。はい、ということで、ジャン君、はい、あと5秒頑張りましょう。OK です。はい、僕まだ初心者なんで、ね、はい、リベンジさせてください。はい、うん、1ヶ月後、はい、1ヶ月毎日やるんで、カズマもリベンジしたいな。ちょっと僕も確かに王者、王者、王者、身近に王者がおった。いや、早かったな。早かった。タイムタップキング。タイムタップキング。第1回はね、はい、カエルさんということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、という感じでね、はい、はい、対決して、まあ、ジャン君にはね勝ったんですけど、はい、ちょっと僕すっきりしないというのが。そうじゃん。そう、あのカメラマンやってるカエルに負けちゃってるんで。まさかね。ジャン君に練習しなさいって言った手前、僕もちょっと真面目にラジコンやろうかなって。練習足りないですか。そう、僕も足りないね。一緒に練習しましょう。そうですね。はい、はい、どうでした、今日ラジコン一緒にやって。いや、面白かったです。面白かったです。タイムアタック、うん、いいっすね。いいっすよね。競い合うのもまた一つというか。そうですね、楽しい、まあ、レースしたりとか、まあ、みんなでこういう風にワイワイしたり、うん、そういうのも含めて、まあ、ラジコンの楽しさだと思うんで。面白かった。はい、まあこんな感じでジャン君とね一緒に動画を通してなんですけど、はい、ラジコンの魅力を伝えていけたらいいなと思います。そうですね、はい、めちゃくちゃ面白かった。はい、でもめちゃくちゃラジコン面白いです。はい、結構ハマってます。はい、よかったです。ジャン君のねチャンネルの方でも、はい、ラジコンのまあ楽しい
動画上がってると思うんで、多分上がってないです。上がってない。まあ今後ね、今後上がると思うんで、ジャン君のチャンネルの方でもね、はい、ラジコン動画、はい、ねチェックしてみてください。ぜひご指導これ、はい、あの皆さんも、はい、多分ガチ勢の方が見られてます、ね。そうですね。まああの僕のチャンネルね、まあガチの人もいるし、うん、初心者の人もいるんで、うん、ジャン君みたいな初心者の人が楽しむ動画も全然、うん、まあ見てくれると思うんで、よかったら見てください。はい。じゃあね、今日はそんな感じで、はい、はい、今回の動画いいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はいはいいやいやですかシュッてシュッかっこいいな。ありがとうございます。はい、いや楽しかった。はいガンガン、ガンガンこれを、遊び尽くすTT-02 をもう遊びまくるんで、うん、とりあえず、え、やってみたい、やってみたい、いろいろやりましょう。はい、はい、教えてください、いろいろ。はい、全然、今後教えてください、キング、王者。キング今日からキング。今日からキング。違う、違う、プロ先生ある。まあ、負けてます。やっぱここはあのアメリカのプロに。偶然だけど。偶然。いや、早かった、2人とも早かった。うん。あ、楽しかった。楽しかったですね。ちょっと練習します。はい